あー俺も体温感じたい。 はいどうもみなさん、こんにちは。動画不動です。今回は動画を再生していただき、ありがとうございます。この動画はアニメリアクション動画となっています。必ず今回とぶつかりも本編ご一緒に再生してお楽しみください。というわけで、今回とにかく可愛い大1はこちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。え前回ね、家が燃えてしまったことによって、あの、銭湯を経営しているかなめちゃんちにね、お世話になることになりまして、お姉ちゃんもとうとうつかさちゃんとね、なさくんが結婚してることを知りながらのお洋服買いに行ったり下着買いに行ったりしてね、もう見たい時に見せてあげるよ的な発言も あったりのラストがあってね。まあ、一体この二人の新展度合いがね、どこまでこのアニメで見れるのか、そのヨナヨナ的な部分が見れるようになるのでしょうかっていうね。<laughs> 完全にやましい下心を持ちながらも、つかさちゃんの秘密が少し気になったり、まあ、とにかく可愛いってだけを言ってられないようなね、そのさく君とつかさちゃんの中で巻き起こってくるこれからのね、秘密を徐々に知ることができればなと思っております。<laughs> というわけでえ、皆さんも録画したもの、をしかビデオでもの使って一緒にお楽しみください。それではスタートです。 なんだどうしたのえ、そうなのああ、昭和家電マニア的な感じはいはい。<laughs> レトロ <laughs>。レトロだね。<laughs> 好き。いいじゃん。 しかも似合うからね、奥さんがその中でね。いや、最高なんだよな、そういうの。もうたまらないんだよ。もう本当にさ、この作品をさ、まあ、独身というか独身身で見てるとさ、ちょっと悲しくなりません隣にパートナーがいない人は。ああ、みたいな。 彼女欲しいなぁ、みたいな。結婚したいなぁとかさ、同棲したいなぁとか、<laughs> 帰った時にただいまって言って、お帰りって言ってくれる人が欲しいなぁとかさ、帰、寒い冬にさ、帰ってお風呂沸いてるとか、お腹減って帰ったらさ、ご飯できてるとかさ、もうほんと止まらなくなっちゃうわ、そこら辺の話してると。マジで羨ましいよね。もうとにかく可愛いってタイトルじゃなくて、マジで羨ましいってタイトルにしたらいいのに。 もうそれくらいだよ、僕の中では。もうこのお嫁さんが完璧すぎるんだよなまあその完璧の裏にある何かがね、ちょっと気になりはするんだけど。もう前回の下銀太とことかマジでたまらないじゃん。オープニングでも言ったけど。羨ましすぎるよ、マジで。何それ、いつでも見れるって。いつでも見れるならアニメでも放送してくれよ。 もうダメだ。これ以上言ってるって頭おかしくなるわ、僕。ちょっと黙りましょう。ね。この素晴らしいオープニングを聞きましょう。あ、もう終わるね。終わっちゃったよ。はい、スタートです。本編。とんかつ美味しそう。もうソースがついた形で出てくるんだね。 ええー、そうなん揚げたてが美味しいから嫌だな、それは。<laughs> 確かに。いや、器も昭和だな、デザインが。いや、デザイン昭和だなって言ったけど、俺と同じだな、器のデザイン。えナサ君、そんなことも知らないの土鍋で米も炊くことあるだろう、たまには。俺はたまーにするぞ。 美味しそう。まあ、惣菜やのを食べてたらそうなるよね。ああ、二度揚げ。素晴らしいじゃないか。<laughs> 食いたい。<laughs> こんなことしてくれる。三日に一回くらい食べたい。 なんだえなになにどういうことなにそれなにそれで、このなんか周りにあれ、とんかつだよって書いてあるのああ、そうっすね。なんか、えマジやば。<laughs> ちょっとエロく聞こえた俺はごめんなさいと言いたい心から <laughs>。 なんだよ、これ。もう、羨ましいよ料理だけじゃないぜ。何でも食べれるぜ。<laughs> 俺は何を言ってるんだ、さっきから。頭おかしくなってきたぞ。どうなってんだ、俺。えー、もう、今時いないよ、こんなこと言ってくれる女の子。 <laughs> 懐かしいんだよ、そのテレビ。<laughs> なかなか映んないんだよね。<laughs> 少し経つまで、そう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 。これ知ってる人少ないんじゃないこれ見てる人には。メロン美味しそう。もう一人暮らししてるとこういうの食べないんだよね、季節物とか。ガか、ナメちゃん食べてきなよ。 朝まで <laughs>。おい。おい。もうそういう関係だと思って言ってるんだね。いいキャラだよ。え、そこら辺のエピソードさ、やるのかな本当に。初夜的な。ああ、ちゃんとね、中にね、カットの入れて。え、え、それを二人で一つ食べんの あれ一個ずつ食べない普通。まあいいけどね。微笑ましいけども。いいなあ。メロン一つでこうやって盛り上がれるんだもんなあ。二人いると。<laughs> ムカつく <laughs>。 <laughs> 俺もしたい。あんして。ほらほら。荒いムードあったね、そんなの。めめ目目,目,目 <laughs> いやもうこの声。 羨ましいああだよねプライスレスが入ってますもんおっ誰がえなるほど。 え、<laughs> ちょっと寂しい感じそうだよ。<laughs> 見られおいおいおいかいめちゃん何言ってんの おーいいね。それはいいね。モデルルームがあるってすごいね。え何が立つのちょっとおかしくないか。おかしくないかおかしくないやばくないかこれ <laughs>、えー。えぇ マジで <laughs> 面白そう。<laughs> 確かに。<laughs> いいね、いいね。行くじゃます。ちょっとお嫁さんテンション上がっちゃってるね。<laughs> すごいじゃます。<laughs> え マジかよ。半分も YouTuber? いやー、窓が広々。グリーンバックで撮影しづら。いや、すごい、エロい風呂が。この風呂でお嫁さんと一緒に入ったらそりゃイチャイチャしちゃうぜ。 <laughs> そっち <laughs> そこけど今のお風呂だって超でかいけどね。銭湯だよ。な <laughs> んでもできちゃうよ。<laughs> いや、でかっエロ もうちょっと待って、俺、おかしくないさっきから発想が。<laughs> ぜひそうしてください。そしてぜひそこら辺の展開の。おお。やば。やばいって。つかさちゃん。 え、もう、そうだよね。そうだよね。おかしいと思ったよ。<laughs> ここ、ここだよ。 や <laughs> めっちゃいい子。何住めば都。誰が言ったか知らないけど、いい言葉だわ。<laughs> 俺の帰る場所はどこどこかにいるのかな ささあさあいよいよ出てく感じですかあお姉ちゃんえ違うこれ要あっ要お <laughs> ろしてるとこんな感じなんだね一瞬お姉ちゃんかと思ったよいやおろしてる方が可愛い気がするえらいなお姉ちゃんは全然やらないんだね <laughs> いや、そらそうでしょう。おっこの二人この二人でのエピソード珍しくないいやいや、もう、そちらの方が若いでしょう。<laughs> そうなんだ。そこら辺口に出して言ってあげてよ、さく君。 いやーおみそれします。なんだえー、らいえー、らいまぶしい。<laughs> Yes. いや、珍しいな、ナサ君が出てか出てこない展開は。おなんて呼ぶのつかっさんあんま変わらねえけど。そこねつかっさんいいねえ。 あ、バフねバフマシーンねえそれロボなのあ、ナサ君が作ったのか。すご。えやばもうそこら辺やって頑張っていけばいいね、ナサ君は。発明家になればいい。 ハイヤンマンかな。もうちょっとあの下が広告いっぱい埋まるといいね。頑張って。確かにね。湯垢とかね、毛とかの処理とかね。完璧かよって。<laughs> 何やらせても。 気づく。そこに気づく。そしてちゃんとそれを口に出してくれる。口に出すって大事だね。パートナーがいる人はちゃんと横にいる人を褒めてあげてください。<laughs> いや、どんだけだよ。どんだけなさくん。 何あら、金目。金目。金目め,めっちゃいい子めっちゃいい子いや、ここほんと不思議なんだよね。これどう、何が起きたんだろうこの、 いや、だってこうなってたわけじゃないかいや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 だったらだったらナサ君が追いかけた時何であんなスケロッとしてたのよ不思議だよな不死身ってわけではないだろうし 気になるところが明かされないわ。あ、なさく。今だ、今。<laughs> いい話。あ、お姉様、ま。確かにな。何をしてたんだ、あなたは。 朝の掃除もせず。スピンオフね。OVA 的なね。素晴らしい回答。それもつかさちゃんで。これ、とんかつかなとんかつ、カレー、ハンバーグ。もう何言い出したの 何を言い出してるの <laughs> 本当だよ。<laughs> もう、変わった子。<laughs> カレーかい。違 <laughs> うな。カレーなんて何の具材でもいい気はするけどあ。カレー粉がないのね。 いいね。いいね。あ、お母さん。夜のお散歩です。ん何なんか下世話な話をしそうに。え <laughs> 下世話だった。お母さん、かナメちゃんの DNA 持ってるじゃん。 <laughs> いや、外で、外で、夫婦で、あなたたちはやってるってことですかちょっと。<laughs> いや、そんな話しねえわ <laughs>。行くのかな、さあ、そしてお前は。 <laughs> 何教えてんのマジでママ <laughs> 行くのかな <laughs> ありあり <laughs> いいなあ肉まん冬の肉まんあ <laughs> 来てるなさ <laughs> だかんだ来てる ほほほバレてる。<laughs> いろいろって、やめて、進展してないんだから、いきなり公演はなしにしよう。最初はベッドで、最初はベッドでしょ公演はやめよ。あそこか、そこか考えすぎか、俺。 <laughs> 確かに、うん、けどそういうのは黙ってしちゃえばいいんじゃないかな大丈夫だよね2人して食べたんだしそうだよえー、そんな ああ。それは、それは悲しい。なんだなんだ、急に。もう、後ろから、後ろから、行ったまあ、行くわな、ここはな。ちょっとお胸に手が当たってる感もあるけど。ほらほら。 ほほらほら、いろんなところを触ってますよ。<laughs> もう思想のまんま、もうひともみしちゃえば。<laughs> いいな、マジでいいな。耳元でささやく感じ。 まあ聞きたくなるわなこのシチュエーションいやちょっともう勘弁してよ <laughs> 勘弁してくださいもう。 やば。<laughs> ええ話や。ああ、俺も体温感じたい。<laughs> ちょっともうお腹いっぱいだよ。幸せで。はははは <laughs> えー、もう、もうええー、ってー。もうええー、ってー、もう、だいたいこの話を見ると2分の1くらいでラストの方もえい、ー、ってーってなるよ。羨ましすぎるわ、本当に。何なんだよ <laughs>。もう <laughs>、寂しくなる。もうみんなこれ見ててそう思ってんじゃないかな。どうなんすか 寂しくなりませんこれ見てると。もうお嫁さんが完璧すぎんだよ。もう弱点とかないのかな今だけあの、トンカツさ、二度揚げとかしてさ、かんうん、もう思い出すと。ああ、面白かった。<laughs> 面白いんだけどね。最終的にはすごく面白いんだけど。 まあ、とりあえずまだつかさちゃんの秘密とかは明かされないままね、ただただ幸せな2人を見ていくって感じで、まあ、応援したくなりますよね、ここまで微笑ましいと。はい、えー、というわけで、えー、今回とにかく可愛い大事を見させていただいたわけなんですけども、今回のエピソードに対するコメントだったり、僕のリアクションに対するコメントなどお待ちしております。また来週もね見ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上、動画の2つがお送りしました。バイ,バイ